めんなさい、エッジ。私たち。いいさ、別に。信じてたからね。なぜだ。なぜ再び立ち上がる。なぜ再び我に剣を向ける。なぜ戻ることができたのだ。光が見えたんだ。光だと。今にも消えそうな小さく儚い光だけど、とても優しい光がね。見るな、そのような目で我を見るな。光に導かれ、そして背中を押された。よかった。フェイズ、君はまだそこにいるんだね。フェイズなど、フェイズなどもういない。どこにもいないのだ。フェイズ言うな。我をフェイズなどと、あのような弱き者の名で我を呼ぶな。何度だって呼んであるのよ。フェイズ、フェイズ、フェイズ、フェイズ。やめろ。フェイズ、やめて。やめるんだ。やめてください。やめろ。僕は、我はフェイズあれもない。やっと望む力を手に入れたんだ。理不尽さに負けない進化。誰もが幸せになれる宇宙を。フェイズ、君はこの力で今度こそ僕、我、魔を消去する。仲間として止めてみせる。そうか、なら証明してみせよ、エッジマーベリック。やってみせるさ。フェイズ、我はこの歪な宇宙を正す者、サタナイルなり。真の進化は
僕の負けです。やっぱりエッジさんは強い。神一重さ、君もすごく強かったよだとしたら嬉しいな。だって僕はずっとフェイズ。リムル。どうしたんですか、リムル。君にそんな顔は似合いませんよ。バカ。フェイズは。どうしようもないバカなのよ。ええ、僕もそう思います。リムルに言われて認めるのは悔しいですが嘘ついてたのよ、リムル。本当はね、ちょっとだけそのマントフェイズに似合ってたのよ。本当にちょっとだけ。ありがとう、リムル。僕もちょっとだけ嬉しいですよ。おそらくバロックダークの崩壊が始まったのだろう。ミスターフェイズが倒れたことによってエネルギーが供給されなくなったためと推測する。より正確を期するのならば、彼と同化したグリゴリが消滅したためだろう。なるほどね。つまりはエネルギー不足でバロックダークとしての形を維持できなくなったと。それで正しいと思われる、ミセス・ミュリア。公爵は後回しにした方がいいと思うが。エイルマットものんびりしすぎだよ。逃げるわよ、エッジ。早く。行こう、一緒に帰ろう。エッジさん、リムルは先に行くんだ。エータン。でも。うわミスターエッジ。
僕たちは平気だ。リムルを頼む。しかし。いいから早く。信じている、ミスターエッジ。エッジさん、僕はどこで間違ってしまったんでしょう。僕はただずっとエッジさん、あなたみたいになりたかっただけなのに。どんな暗い道でも辛い道でも、一歩ずつ、しかし着実に成長していく。前へ前へと歩いていく。あなたみたいな男に。そんなの、これからなればいいだろう。君はまだこうして歩けるじゃないか。あ、そうか。だから僕は間違ってしまったんですね。どれだけ遠くても、辛くても、苦しくても、自分の足で進まなきゃいけないのに、エッジさんは教えてくれたのに、僕は目先の巨大な力にすがってしまった。僕の心が弱かったから。悲しみに耐えられないほど脆かったから。強い力を得て慢心して僕は本当に愚かですね。走れ。ちょっと、転送紋章は使えないんじゃなかったの？バロックダークとミッシングプロシージャのつながりが断たれたことで使用可能になったと思います。あ、紋章が崩壊に巻き込まれます。やだ、離して。エッジ、エッジ。離さない。この手は離さないからだ。エッジさん、どうしてそこまで。そんな顔するなよ。僕みたいになるんだろう。さあ、ここから出るぞ。そしてまた僕たちと一緒に。やっぱり。
後ろにいる僕をエッジさんが呼んで、僕は小走りにあなたの背中を追っていく。僕はエッジさんのお手伝いをして、そしていつかフェイズ、エッジさんならきっと。先の公式発表のとおり、我々人類は宇宙という大海原への第一歩を踏み出し、謎に包まれていた世界の見識を広めることができた。何よりもこの広い宇宙で新たなる友人との遭遇は人類にとって大きな成果である。未来への希望のしるべ、今この時から我々は宇宙の運命を共にする銀河系人類の一員であると認識しなければならない。では我々はこの先どう歩むべきか。どの世界にも、どの星にも守るべき秩序が存在する。それが破られた時、その世界は崩壊へと向かう。
我々が宇宙の運命の一辺を任されたのであれば、答えは一つ。この宇宙の秩序を学び、守ること。宇宙の多くの友人たちと共に手を取り、輝ける未来を開くために。我々は一つの約束を心に刻んでおく必要がある。我々地球人の総意として、銀河系の一員として、今ここに宣言する。宇宙の平穏を守るための道しるべ、未開惑星保護条約の制定を。そしてこの宣言こそ輝ける未来への第一歩となるのだ。そして知っていてほしい、我々にこの尊い条約の制定を託した名もなき英雄たちがいたこと、我々が宇宙へ飛び立つため困難な道を切り開き最後まで歩き続けた英雄たちがいたこと、君に今後のことを伝えておかねばと思ってね。今回の件でエルダー人とのわだかまりも解消し、 EN2 とも歩調を合わせることができた。互いに足りないところを補って、我々は今後とも良い関係を築いていくつもりだ。もちろんエルダーの移民計画についても全面的にバックアップする。今現在移民先として有力なのはレムリックだ。遠い昔、祖先たちに理想郷と称され、我々が思い焦がれてきた楽園の星、レムリア。実は先頃、その祖先から数千年の時を経た座標信号が届き、その座標がレムリックと一致することが判明したのです。そして、宇宙で消息を絶った我々の祖先がレムリックの人々の始祖となったことも、血を分けた同胞同士エルダーの技術を生かして共に素晴らしい星にしようと思っています。この度
ミッシングプロシージャーを食い止められたのも地球やエルダーの協力があってのもの。 X も感謝し、今後も交流を望んでいます。もちろんある程度制限されたものになりますが。地球人、エルダー人、モーフィス、そしてレムリック人やローク人も、そしてこれから出会うであろう知的生命体たちとも、我々は共に手を取り合っていけることだろう。未開惑星の調査を続けるにあたって多くの星を巡ってきた君たちの経験は貴重だ。皆で協力し、より良い未来とするために、君たちにはこれからも協力を頼みたい。それはできません。詳しく聞かせてもらえるかね。最初にレムリックに降りた時、僕たちは現地の人間に神様と呼ばれました。彼らは当然のように神様にすがりました。自分たちを幸福にしてくれる存在だと信じて。これはカルディアノン人がグリゴリを導きの啓示と崇めたことに似ていませんか？そうですね、はい、似ていると思います。結果カルディアノン人は滅びました。崇めていたグリゴリに与えられた力で。地球によく似たとある惑星もそうでした。自分たちの手に余る技術を提供されると、その力に酔いしれ、自ら滅びへの道を選びました。エッジ、おそらく僕たちはこれからも様々な星にたどり着くでしょう。でもその中にはまだ幼い文明もきっとあります。そこに僕たちが手を差し伸べたなら、それはもう彼らがたどる進化じゃなくなる、正当なものではない歪んだ進化になるんです。その星が本来選択しようのない未来を僕たちが押し付けてしまうことになるんです。このまま無自覚に宇宙開拓を続けていたら、僕たち自身があのグリゴリと同じになってしまう。宇宙を崩壊させる存在、ミッシングプロシージャーと同じことをしてしまうんです。エッジ君の主張、分からぬことはないが、やはり我々はグリゴリとは違う。正しき進化を遂げるよう導けば、より早くこの宇宙は住みよいものとなる。それで誰もが幸せになれるのではないかね。それでも僕は誰かに与えられた進化より自分の力で前に進む方が正しいと信じてます。エッジ君、与えられた進化を受け入れるのは楽です。でもそれを認めてしまったら、僕は。彼にフェイズに合わせる顔がない。フェイズは全てを守りたいだけだった。そのために巨大な力が欲しかった。それは正しく、とても優しい心です。けれど、巨大すぎる力は、その優しさも歪ませた。僕は、そんな彼を否定しました。それでも、最後に彼は分かってくれた。僕を認めてくれた。そして、僕を救ってくれた。だからこそ僕はこれだけは譲れない。最後に通じ合えた
友の心を無駄にしないためにも。我々エルダーはレムリックへ入植する際、すべての文明を放棄することを約束します。え、カガーンさん、それって同胞が認めたことならば何も依存はありません。我々はレムリックで一から始めます。ミッシングプロシージャーを活性化させる急激な進化、私たちがその原因となることもあり得るのですね。やはり EN2 は宇宙の隠者でありましょう。そしてミッシングプロシージャの観測を続けます。ジオット、それでいいんですか？何、構わないでしょ。 X はあなたを気に入っているようですし。はあ。ここで私だけが食い下がるのもいささか大人げないというものだな。知る。こうなった以上、エルダーや EN2 から新たな技術の提供も望めない。ミッシングプロシージャーについても隠蔽せねばならんし、上層部を納得させるにも手間取るだろうな。まったくですね。お付き合いしますよ。忙しくなるぞ。しばらく休暇はないと思いたまえ。了解。宇宙歴12年、ごく限られた者のみぞ知る宇宙の危機を救った英雄たちの物語は帰結する。
そして彼らはまた新たな旅に出る。運輸交通部所属、エッジ・マーベリック。はい。君を太陽系航路輸送艦艦長に任命する。並びにレイミ・サイオン寺。はい。君を太陽系航路輸送艦副艦長に任命する。謹んで拝命します。面倒だろうが形式を守ることも大切だぞ。すみません、慣れない制服は肩が凝ってもう少し我慢してくれ。君たちに紹介したい人物がいるのだ。紹介ですか？これから君たちが乗る心臓艦を設計した男だよ。入りたまえ。クラウスさん。クラウス？人違いじゃないかな。彼はトリラス・バークタイン博士。かつて提供されたエルダーのワープ技術を実用化にまでこぎつけた地球連邦の司法だよ。司令。いや、長官、あまりおだてないでください。つい調子に乗ってしまいそうになる。私の作った船をよろしく頼むよ。はい。輸送艦艦長、エッジ・マーベリックです。責任を持ってお預かりします。表沙汰になっていない君たちのことは長官から聞かされているよ。私も君たちの意見に賛成だ。え？今はまだエルダーの技術に頼らざるを得ないが、いつか地球の技術でそれを超えるのが私の夢なんだ。エルダーの亜空間バブルを超えるワープ技術を必ず私が開発してみせる。自分自身の力でたどり着いてこそ意味があるのさ。自分自身の力でたどり着かず、何が科学者。どうしたんだい？何でもありません。ただ嬉しかったんです。本当にそれだけなんです。エッジ、やっぱり私たち。ああ、よかったんだ。これでよかったんだ。エッジ・マーベリック、レイミ・サイオン寺、両名ともにこれより太陽系航路輸送の任に就きます。これが僕たちの新しい船。そうよ、今度こそエッジが自分の力で勝ち取った船よ。成り行きで船長になって、みんなと出会い旅をして、あれからもう2年か。みんな今頃どうしてるかな。きっと元気でやってるよ。会いたいね。会えるさ、きっと。僕たちは同じ宇宙に生きている。そして前へ前へと歩いている。歩き続けたその先には必ずみんながいる。だから一緒に行こう、カルダス。そして レイミも一緒だ。ずっとずっとね。言われなくても
離れてなんてあげないんだから。行こう、前、まっすぐに前。ここは何かのお祝いですか？いや、今日に乗ってな、少々作りすぎただけだ。茶ぐらい出すと前に言ったが、代わりに食事でもどうだ？遠慮はいらんぞ。いいの？わーい！いただきます。おい、メリクル、少し失礼じゃないか。かまわんさ、どうせ一人では食いきれん。で、味はどうだ？うん、おいしいよ。イレーネ様がお料理上手なんて知らなかった。私は何でもできるからな。これならいいお嫁さんになれるよ。世の男どもは愚かすぎて私に釣り合わん。代わりに貴様が食いに来ればいい。これなら毎日でも食べられるよ。クラウスさんといい、イレーネさんといい、メリクルが懐くのは本当にいい人ばかりだな。もっとも、ただ飯といった覚えはないがな。何をさせてやろうか。貴様も食うか。少し落ち着きなよ、ウェルチ。これが落ち着いていられるか！嘘か本当かわからない情報ばかり飛び交って、USDA 内部がもっと大混乱なんだからね！ムーンベースが消えたとか、副長官が死んだとか、ケニー司令官の艦隊と連絡がつかないとか！その上、変な天体が地球に向かってるらしくて、もう何が何だかわからないのよ！おかげで私も忙しくてしょうがないの！サボる余裕も全然ないくらいなの！そうか、地球はそんなに混乱しているのか。こら、落ち着いてないで何とかしてよ。そもそも今どこにいるんだよ。カルナスは今バロックダークにいる。バロックダーク、何それ。ミッシングプロシージャにエネルギーを供給する最重要ポイントだ。この奥にいる元凶を止めれば全てが終わるんだ。バロックダークだの、ミッシングプロシージャーだの、よくわかんないけど、きっとそいつらが悪いやつなんでしょ。なんとかできるなら早くやっつけてよ。そして私を休ませて。ウェルチにかかれば宇宙の危機もそれほど大した問題でないように思えるな。なんだよ、笑うなよ。何事もないからこそ仕事をサボれるんだぞ。まったく、その通りだね。安心して待っていてくれ、ウェルチ。僕たちがきっと何とかしてみせる。ヘッジ、お、頑張れ。全ては私の仕事を減らすために。ああ、任せろ。